皆さん、こんにちは、マーティン。では、のミラクルボーイ、キングタクです。こう、今回は、外国人が日本人、外国人と日本人結婚したとき、どうするか。これ難しいです。確かに、日本では同じ政令があるんですが、法律上が必要な条件です。確かに、条件を守らなきゃ意味がないですよ。はい。確かに、どのような条件か。確かに、国によって全然違いますけどもね。はい。日本人と結婚した外国人、在留資格国籍。 確かに日本国籍取得しなきゃいけない4000円の手数料がかかるそうではございます。はい。その書類は、変更許可書と、あとは戸籍謄本、あとは結婚証明書、あとは納税証明書、配偶者の身元保証書、あとはまあ住民表示し、質問書、スナップ写真、パスポート、在留カード、身元保証人の印鑑、いろいろ必要ではございます。はい。確かに年齢の制約、確かに日本は16歳が女、18歳が男ですが、 海外では男女のとこはイギリスとブラジルですね。年齢制限によって全然違いますよね。うん。はい。確かに戸籍を証明する証書と、あとは翻訳書、そうたも々も必要ではございますね。確かに国内在住同士も確かにいますね。はい。名前の変更も確かにありましたね。はい。子供の戸籍も大変ですし、親権も難しいもんです。法律によって。はい。 二重国籍の人も中にはおると思います。まあ、そうですね。離婚した時もいろいろなこともあるそうです。いろいろな証明書が必要です。日本帰化確かに日本国籍取得、確かに横綱白鵬、青山も確かに国籍取得しましたね。実は、はい。春場所中に、はい。住民台帳、住民票の交付も必要ですし、いろいろ、取得手続き、あとはマイナンバー制度もありますだから、あのね、マイナンバー送りましょう。はい。サクッと紹介しました。以上です。バイバイ。